さあさあ、今回もゆっくり歴史解説、やっていくよ。今回からようやく後半突入か。うん、あと、このシリーズをここから見始めた人に向けて言っておくと、この動画シリーズの掲載順は、2018年の順位を元に載せていて、セリーグ、パリーグと交互に動画を投稿しているよ。つまり、今回紹介するチームは2018年の順位順で投稿しているというだけで、独断と偏見で投稿しているわけではないんだよな。うん、ということで今回紹介するチームは、横浜 DeNA ベイスターズだよ。横浜にはどんなイメージを持っているんだ？なんとなくだけど、カープの天敵みたいなイメージだね。特に2019年のシーズンは嫌な負け方が多かったし。まあそれでも、ここまで来るのに相当苦労したのは、カープに似たものを感じているよ。ではでは、そろそろ本編へ行ってみようか。それは、1929年まで遡る。林金商店の実業団チームとして1929年5月に設立され、翌1930年の第4回全日本都市対抗野球大会では、初挑戦ながら全国大会出場を果たした。翌年は中国大会でベスト4に入るなどの成績を残したが、世界恐慌の影響などで、1932年の第6回全日本都市対抗野球大会前に、休止状態となり、軟式野球部だけが太平洋戦争開始前後まで存在していた。戦後、1946年6月に、太陽漁業軟式野球部として復活、同年11月には硬式野球部へ変更された。その後の都市対抗野球では、全国大会の常連となり、1948年には国体で優勝し一躍名を挙げる。1949年のプロ野球シーズンオフ、リーグ拡張方針で各企業がプロ野球参加に名乗りを上げ、太陽漁業野球部からは、徳良克樹、川内拓司、徳網茂ら主力選手が新球団の毎日オリオンズに引き抜かれた。野球部に情熱を注いでいた前社長は憤慨し、自社野球部のプロ参加方針を打ち出す。1949年11月22日に株式会社マルハ球団を設立。球団名を暫定的にマルハ球団とし、セントラルリーグに加盟。山口県下関市をフランチャイズとし、下関市営球場を本拠地球場とした。1950年シーズン開幕後に、太陽ホエールズに球団名を改称し、読売ジャイアンツからベテランの中島春康と平山菊次、大洋ロビンスから藤井勇と林直明を譲り受け、宇田海佐夫のスカウト活動により、東急フライヤーズから大沢清や長持英吉、片山博士らを、阪急ブレイブスからは宮崎剛や今西蓮太郎らを補強してスタートしたものの、投手力が弱く、リーグ参戦1年目は5位に終わり、1951年は6位、1952年は4位と伸び悩んだ。1951年に、不採算から経営悪化した広島カープを吸収合併することも検討されたが、広島球団関係者や、地元市民らの必死の存続運動もあって、広島との合併の話は立ち消えになった。1953年1月10日、シーズン勝率3割未満の球団に対して処罰を行うという、前年の取り決めの該当球団となった、松竹ロビンスと対等合併に合意、セリーグは6球団体制となる。球団名を太陽松竹ロビンスに改称し、翌1954年には陽昇ロビンスに改称した。ロビンス時代の球団成績は、1953年は5位、1954年は32勝96敗に分けで最下位となり、優勝した中日ドラゴンズとは55ゲーム離され、5位の国鉄スワローズに23ゲームの大差をつけられる大惨敗であった。1954年12月11日限りで、松竹は球団経営から撤退し、球団名を太陽ホエールズに戻した。そして1955年、川崎市の川崎球場を本拠地とする新生ホエールズとして再スタートしたが、成績は31勝99敗。首位巨人と 61.5 ゲーム差も離され、5位の国鉄にも大差をつけられての最下位となった。1956年、明治大学から秋山、土井、岩岡、
黒木、沖山の5名が入団する。同一校の選手が同一球団へ同時に5人も入団するのは極めて珍しく、彼らは名大5人衆と呼ばれて注目を集めた。そして1959年になるまで、エースとなった秋山が毎年の国試に耐え抜き、巨人から移籍した青田昇が3度の本塁打王を獲得する。しかしチームは、ロビンス時代の1954年から1959年まで、6年連続の最下位となってしまった。1960年、この年、前年までにしてツライオンズの監督だった三原治を招聘。三原は新人の近藤と、シーズン中に近鉄バファローズから獲得した、鈴木で二遊間を固め、秋山や島田源太郎を中心とした投手力を前面に押し出して、水原監督率いる巨人と優勝争いを演じ、前年最下位からのリーグ優勝を果たす。日本シリーズでも、毎日大英オリオンズ相手に全て1点差勝利で4連勝し、日本一に輝いた。1962年、1964年は、阪神と優勝を激しく争うもあと一歩及ばず、1963年は、最下位の広島と1ゲーム差の5位となった。そして、1965年以降チームの勝率は、1969年から1971年の3年間を除いて、本拠地移転まで5割を超えなかった。三原は1967年に監督を退任する。1965年から1973年にかけての巨人の9連覇中、大洋は強力打線で巨人の投手陣を粉砕するものの、貧弱な投手陣が同様に打ち込まれ、大味な打撃合戦に発展することが多くなっていた。1973年、開幕から6月頃までは混戦のセリーグで、広島と共に首位争いの主導権を握っていた。ところが7月頃から徐々に低迷、結果的に巨人の V 級を許し、優勝争いに最後まで加われなかったヤクルトにも抜かれて前年と同じく5位に終わった。1974年、チームは3年連続の5位となり、松原誠が初めて打率3割、最多安打を獲得する。1977年、この年は2年連続で最下位。そしてオーナーだった中部健吉が1月に死去する。1978年、この年、国土計画の主導で横浜市中区に建設した横浜スタジアムに移転、都市名を入れた横浜太陽ホエールズに改称する。チームは序盤に巨人と、6月からはヤクルトも交えた三つどもえの首位争いを展開する。移転初年度の年は4位に終わるが、7年ぶりに勝ち越し、観客動員は143万7千人となり、球団史上初めて100万人を突破している。1980年、土井淳が監督就任する。初年度は4位となった。そしてこの年のドラフト会議では、地元東海大学の原辰徳を1位指名したが、交渉権を獲得できなかった。1983年、この年、4月は最下位で折り返すが、その後、次第に浮上していき、3位と4年ぶりの A クラスになる。1985年、この年、近藤貞夫が監督に就任する。高木豊、加藤博和、屋敷要のスーパーカートリオを売り出し注目された。しかし、遠藤和彦、斉藤昭雄頼みの投手陣は改善されず、チーム成績は振るわず4位となった。そして1987年から1989年まで、広島を4度の優勝に導いた、小畑健彦監督に迎えるが、1987年が5位、1988年が4位、1989年は最下位となり、3年間で一度も A クラス入りできないなど成績は振るわず、1989年にシーズン5年ぶりの再開の責任を取り、監督を辞任した。小葉は5年契約ながら3年目で辞めたことについて、成績不振と開幕から低迷したことで、スポーツ紙などで身体問題に関する記事が出て、球団からの辞任勧告につながったのだろうと述べている。また、小葉の後任監督には、大洋で2年間2軍監督の経験のある須藤が監督に就任した。1990年、この年は、序盤は巨人との熾烈な首位争いを見せた。しかしその後失速し、最後は広島にも抜かれて3位に終わるも、
19年ぶりに中日に勝ち越して、7年ぶりの A クラスを果たす。1992年、開幕からチームは低迷し、5月に須藤監督が休養、辞任し、ヘッドコーチの江尻亮が監督を代行する。投手陣では、森田と佐々木のダブルストッパーが確立され、チームも復調し混戦だったリーグ戦で7年ぶりに広島に勝ち越し、優勝したヤクルトにも勝ち越す健闘を見せたが、5位に終わった。1993年の4月1日、親会社の太陽漁業がコーポレートアイデンティティ実施により、マルハに改称することに伴い、ホエールズも地域に密着した市民球団を目指し、球団名を横浜ベイスターズに改称した。1993年、この年、チーム生え抜きの近藤が監督に就任する。ベイスターズ初年度は5位に終わるが、巨人には8年ぶりに勝ち越した。そして、この年限りで斉藤明夫が引退した。また、この年のオフから始まったフリーエージェント制度により、シーズン終了後に巨人の駒田のりひろを獲得する。1994年、この年、獲得した駒田のほか、佐伯隆弘や春俊夫などを起用して、チームの若返りを図るが、混戦のシーズンの中、結果的に5年ぶりの再開に終わるが、優勝した巨人に唯一勝ち越した。1996年、この年、バッテリーコーチの大谷昭彦が監督に就任する。チームは4月を首位で折り返し、セリーグの台風の目と評されながらも5月以降失速し、全球団に負け越して5位に終わる。1998年、この年、昨年1軍バッテリーチーフコーチだった権藤が監督に昇格する。抑えの佐々木を不動の中心とする投手陣と、一度打ち始めると止まらないマシンガン打線が噛み合い、阪神に5年ぶりに勝ち越して10月8日に38年ぶりのリーグ優勝を果たした。日本シリーズでは西武ライオンズと対戦し、下馬評は西武有利と予想されたが、4勝2敗で日本一となる。ベストナインに6選手、ゴールデングラブ賞には5人が選出される。また前年怪我のため1軍登板がなかった斉藤隆が復活を果たしカムバック賞を獲得した。2000年、この年、ロッテから小宮山悟が入団する。また、金城達彦が新人王と首位打者の2冠に輝くものの、投打ともに、不調や故障者などで優勝争いには届かず、2年連続の3位となる。オフに権藤が監督を勇退し、主力打者のローズ、駒田も退団する。またこの年より、ファーム組織を湘南シーレックスと改称し、独立採算を目指した活動を開始する。2002年、この年、親会社がマルハから TBS への移行が、プロ野球オーナー会議で承認された。そのため、TBS ラジオの中継権が復活し、横浜スタジアムからのナイター中継のほか、巨人戦以外の週末のデーゲームを、ザ・ベースボールベイスターズと題して放送を開始した。チームは開幕から記録的な低迷を続け、9月25日に森がシーズン終了を待たずして、休養を余儀なくされる。投手コーチには森重、内野守備走塁コーチには辻と、森の西武時代の教え子が就任したが、チーム防御率はセリーグ5位であった。チーム失策も昨年の68から81に悪化し、チーム打率、得点、安打、本塁打はリーグ最下位に終わり、投手、打撃、守備すべてにおいて低迷した。2004年、この年、佐々木が年俸6億5千万円の2年契約を結び、5年ぶりにマリナーズからチームに復帰する。チームは打撃陣が好調で、4月終了時点で首位に立つが、その後投手陣の不振により徐々に失速し、シーズン終了目前まで広島との5位争いを続けるが、最終戦に敗れて、広島と勝率 0.000923 という賞金差で45年ぶりの3年連続最下位が確定した。2006年、この年、チームは投手陣や主力野手陣の相次ぐ不調、故障などで4、5月に低迷。6月以降は村田の4番打者定着や吉村勇輝ら、若手野手の台頭があったものの、最下位に終わる。そしてこの年、チーム唯一の2桁勝利の門倉健が年俸査定に不満を持ち、FA 宣言をして巨人に移籍した。2007年、この年、大谷が10年ぶりに監督に復帰する。ソフトバンクの若手投手だった寺原隼人を、地方の田村仁との大型トレードで獲得し、
また巨人の二塁手だった西俊久を、選手プラス金銭のトレードで獲得した。また、FA 移籍した門倉の人的保障として工藤公康が入団する。移籍組やベテラン勢の活躍で、前半戦は一時首位に立つなど上位を猛追し3位で折り返す。しかし最終戦に敗れ、シーズン勝ち越しを逃して4位に終わるが、1999年以来8年ぶりに70勝に到達し、村田修一が球団日本人選手と31年ぶりの本塁打王と、球団初の2年連続100打点を達成。三浦も35イニング連続無失点、寺原も2試合連続完封を記録するなど主力選手の活躍が目立った。2009年、この年、WBC での村田の故障などによって、開幕6連敗を喫するなど序盤から低迷する。また、5月18日に大谷監督の無期限休養が発表され、2軍監督の田代富雄が翌日から監督代行を務めたが、チームを浮上させることができず93敗を喫し、2年連続の最下位に終わる。チーム防御率、失点、打率、得点はリーグ最下位に終わった。そして11月11日に、後任監督として、この年まで巨人の投手コーチを務めていた尾花隆雄を迎え入れた。2011年、この年、FA で日本ハムの森本一人を獲得する。4年ぶりに本拠地での開幕となり、2000年以来11年ぶりに開幕カードを勝ち越したが、5月以降低迷状態に陥り、オールスターまでの前半戦を25勝44敗6分け、借金19で折り返す。後半戦も浮上することなく、10月9日の対阪神戦に敗れたことで、4年連続の最下位が決定した。そしてこの年のオフ、村田が FA で巨人に移籍した。10月19日、TBS が保有している横浜ベイスターズ株の大半を、DeNA 非譲渡することで大筋において合意し、球団名を横浜 DeNA ベイスターズとした。球団 GM には巨人 OB の高田茂が就任したが、一方で監督人事は難航した。当初は新庄剛志や工藤公康らの名が候補に上がったが、最終的に横浜 OB でもある工藤公康が候補とされた。しかし、コーチの人事をめぐって工藤と球団が対立し、12月5日に高田 GM が破談になったことを会見で述べている。翌6日には、当初からの候補であった中畑清の名前が上がり、12月9日に監督就任会見が行われ、合わせて新球団ロゴマークも発表されている。2012年、この年、3月30日の開幕戦で初陣となった対阪神戦は引き分けとし、4月1日の同カードにおいて6対2で、球団名称変更後初勝利を挙げるが、続く4月4日から10日、同月22日から5月1日にかけて、2度にわたり6連敗するなどした。交流戦は9勝14敗の10位に終わり、7月7日の対中日戦に敗れ借金20として、自力優勝が消滅している。そして、9月30日の対中日戦に敗れ、5年連続の再開が決定した。10月7日、対巨人戦で敗れたことで、対巨人戦のロードでは1勝もできずに終わり、東京ドームにおいてはセリーグ初の記録となった。最終的に首位巨人とは40ゲーム、5位阪神に 9.5 ゲーム差、46勝85敗13分けで5球団に全て負け越している。2013年、この年、中日を自由契約になったトニー・ブランコ、エンジェル・ベルト・ソト、ホルヘ・ソーサの3人を獲得した。また、かつてのチームの主力打者であった、ソフトバンクの田村を含む3選手が、吉村、山本ら3選手とのトレードで入団する。交流戦は7勝17敗で最下位に終わる。また、9月24日の対阪神戦に敗れ、クライマックスシリーズ進出の可能性が消滅し、8年連続の B クラスが確定した。しかし、10月1日にヤクルトが巨人に敗れたことで、6年ぶりの最下位脱出が決定した。最終成績は5位に終わったものの、ヤクルト、阪神、中日の3球団に勝ち越す。またこのオフに、阪神の久保康友を FA で獲得する。中畑は低迷の責任を取る形で退任。後任監督には球団史上初の外国人監督となる、アレックス・ラミレスが就任することが発表された。そしてこの年のドラフトでは、
即戦力として期待された左投手の今永昇太を1位指名する。2017年、この年、5月30日の交流戦初戦で3位に浮上する。9月に入り巨人との間で激しい3位争いとなり、順位が入れ替わることもあったが、10月1日の対広島戦で勝利し3位を確定させた。73勝65敗5分けで公式戦を終え、2001年以来16年ぶりのシーズン勝ち越しを決めた。CS では、ファーストステージで2位阪神を2勝1敗で破り、ファイナルステージでは第1戦を落とした後に、4連勝し4勝2敗で1位広島を破り、日本シリーズに進出した。3位からの日本シリーズ進出はセリーグとしては初。またこれにより、セリーグでは2010年代で、CS 制度導入後11年目にして全球団が日本シリーズに進出した。ソフトバンクとの日本シリーズでは、3連敗で王手をかけられた後に連勝するが、6戦目で延長戦の末に敗れた。前身含め3度目となる日本シリーズで初めて敗退し、日本一を逃した。2019年、この年、4月に約4年ぶりの10連敗を喫したが、その後は復調する。そして5月30日の中日戦に勝利し最下位を脱出し、オールスター前には首位巨人と 9.5 ゲーム差の2位で折り返す。一時は首位巨人との差を 0.5 ゲーム差まで縮める猛追を見せたが、直接対決で2度の逆転負けを許したことなどが響き、結局一度も首位に立つことなく優勝を許した。そして9月24日の中日戦に勝利したことで、シーズン2位が確定し、CS では初の本拠地開催を決めた。これにより、全球団が CS を本拠地で開催した経験を持つことになった。2位以上でシーズンを終えたのは、優勝した1998年以来21年ぶりであった。CS ファーストステージでは、3位の阪神と対戦したが、1勝2敗でファーストステージで敗退となった。とまあ、今回はこんなところかな。なんだかんだで、ほとんどのシーズンを B クラスで落ち着いていたんだな。ここ最近はそういうイメージはなくて、それに先発投手に左が多いのが印象的だね。まあ、同じチームたちが上位に居続けるよりも、入れ替えが激しい環境になったらファンも飽きが来ないだろうし、拮抗している方が、シーズン通してファンも最後まで盛り上がれるかもしれないからね。メジャー挑戦を表明した筒香選手が抜けたところに誰が入ってくるのか、それも楽しみの一つでもあるだろうしな。それじゃあまあ、今回はここまでにしておくよ。次回は、2018年のパリーグ4位の、オリックス・バファローズだよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。